さっきまで別の配信を見てて、その前も別の配信を見てて、自分の配信どころじゃなかったっていうところは結構あるんですけど、まあ何を喋ろうということに関しては今日は決まってるので、このワクワクとしたざわざわとした気持ちを持ったままスタートしたいと思います。思考のラジオスタートです。時刻は21時6分55秒回ったところでございます。2024年4月5日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。いいこといっぱい、お元気ですか。いいこといっぱいありましたか。草薙健太でございます。思考のラジオ、2024年4月5日放送分でございます。今週もどうぞ1時間ほどお付き合いのほどよろしくお願いいたします。私の写真が出ていない 私の写真が出ていない間に、今日のートークテーマもいろいろ更新しなきゃいけないということに今気づいたので、じゃあ今のうちにソミスさん自己紹介お願いします。おうよ、おい任しておけよ。そんな、こんな不安になる任せておけよ、聞いたことないわ。びっくりしちゃったもん。そんなに、そんなに。急に来たなって思っ 確かに急だったよ、確かに。私も、あ、これもやってないな、これもやってないなって確かに思ったからさ、思ったのが今、これ配信始めてから気づいたからさ。しょうがね、そうなのね、ふわふわしすぎなのよ。他のことに気を取られすぎなのよ。ね。今日はね、もう今日も、だから2週連続でお休みしてますから、そうね、そう、そう。病んでいて黒いアイコンなのかなと思いました。そうなんですよ。アイコンも表示されてないんですよ、あ、ケイケイさん。今。ね、ね、そう。そうなの。今日はね、私も、まあまあふわふわしてるんですけど、こちらのね、草薙さんの方がね、まあ、なんかね、始まる前から別の配信のことをもう違う配信、違う、いや、しょうがないのよ。いや、まあ、2つ前わにかる。関して、そう、2つ前に関しては、まあね、七神君、月野チロルさんが2年ぶりの復帰ということで、ああ、よかったなっていう、お仕事でね、関わったことがあるっていうのもありますけども、ある種、ファン目線のね、ところだったからしょうがないんだけど、その次のね、配信に関しては、先日、私がね、活動参加してた、参加してるマルゲイ TV が、現体制一旦終了、活動休止っていうね、形になったわけですよ、3月いっぱいで。そう。で、今日、その8時半に、ドラゴンクエスチョンさんっていう、熊本の、ね、チャンネルがあるんですけど、熊本の方で。で、よく、いろんなね、コラボとかもさせてもらってたな、懇意にしてるチャンネルさんで、実は休止前に、一緒に撮った動画があって、でそれの、公開がちょうど今日だったわけですよ。見ないわけにはいかないじゃん、さすがに。そうね、そうね、もちろん、それはそりゃさすがそうに、だ。そう、ちょっと行かないわけにはいかないから、私も行くじゃないですか。8時半からですよ、プレミア公開。で、大体30分ぐらい。大体20分か25分ぐらい、長くて30分だからギリ間に合うだろうなと思ってたら、本当に30分ギリギリの結構長めの動画で、動画終わったなって思った瞬間に、マルゲイ TV の名シーンがどんどん流れていくっていう粋な演出をやってくれて、他チャンネルなのにね、他のチャンネルさんなのにわざわざそんなことやってくれて、うわー、ありがたいけど、これの感想も書く、これを見てるということは、つまりはもうちょっと時間かかるな、これっていう。全然ドラゴンクエンションさん何にも悪くない。むしろありがとうしかないんだけども、僕が勝手に焦ってるっていう、そういう、開始前のバタバタがね、あったんです。でね、そういうのがありますっていうのも、
私に連絡なく、そう、うん、本当にディスコードにずっと入ってた。そうなんですよ、うん、あ、写真がなんか長いな。あのね、うん、まあこれね、言わなかったの申し訳なかったんだけど、私もその、うん、今日この番組がこうあるよっていうのを知ったのが、うん、今日だったから、今日っていうか数時間前なのよ、実際告知があったのは数時間前だったから、うん、そう、だからわあ今日やるんだわあってなってたのは節はある、うん、けど、うん、まあ、それはそれとしそみつさんにそれ言っておかなかったのはごめんっていう、うん、もう、うん、わたわた、いやでもね、こう見てて、うん、あーでさっき話聞いてさ、うん、あーそりゃ無理だって思ってた。まあまあ、そのマルゲーの話はね、さっき聞いたので知ったんだけど、うん、草薙さんのツイッターを見てるわけですよ。で見てて、あーそりゃしょうがねえなってなってたので、ね、大丈夫大丈夫、すいませんでした。いやーもういやいや全然大丈夫です。びっくりしたんですよ、うん、もうね、ね、あ今日そうなんだっていうね、うん、いやー嬉しい限りですよ。そのね、一緒にその、うん、もう今日オタクトークをずっとしますけど、うん、今日ね、うん、その月野吉郎さんってもともと個人勢でやっていたところから七神区に入られたんですけど、うん、同期が2人いて、うんうん、1人がコナン・ミヤさんっていう方で、うん、まあ、歌がべらぼうにうまい、うん、歌唱力がべらぼうにうまい、頭のちょっとネジが若干外れた面白い女、うん、バーチャル宮崎出身の、うん、ちょっと頭がだいぶぶっ飛んでるから、そこはいいんだよ。そう、頭が若干ぶっ飛んでるからもしょうがない。そこはいいんだよ、言わなくて。とそれと先日、うん、七神区の運営スタッフに1年回ってたんだけども、ちょっと体調の問題があって、うん、もう運営からも離れますっていうことを発表された大浦瑠華子さん。うんね、そう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 ね、で、でその先にその2年ぶりに復帰した月野チロルさんっていう、もう3人でね、ミルチーズっていう、うんうん、ね、この3人でやってたわけですけど、うん、先日その3月をもって、うん、その大浦瑠華子さんがもう、うん、まあおそらく実質、うん、まあ、引退にではないかと、まあ分かんないです、まだ分かんないけど、うん、ね、もう運営も離れますって、でタレントも活動休止してますってことだから、もう戻ってこないのかなと思いつつも、うん、まあ、うん、ちょっとね、最後の別れのメッセージみたいなのはちょっと意味深だったから、なんかあるんじゃないかなって個人的には思ってるっていう。でその、うん、瑠華子さんが運営に回る前からもずっとその月野吉郎さんがその体調不良で、まあ、お体の具合とかのいろいろもあって、うん、お休みされてる時もずっと気にかけてらっしゃってて、うん、ずっとお見舞いとかも行ってらっしゃっててみたいなね、うん、そういう関係性があったわけですよ。でもその関係性があった瑠華子さんが辞めた後に復帰するっていう、うん、このあ、なんかわかんないけど、これをバトンタッチと言ってしまうとちょっと本当に瑠華子さんが本当にね、もう戻ってこれないみたいな感じになっちゃうのも嫌だなって僕思うんだけど、でもある種のこれやっぱりバトンタッチみたいなとこもあって、うん、で始まる前の段階では結構ファンの間でちょっと実はもしかしてこのタイミングで配信するって、うん、もしかして最後の配信とかになっちゃったら嫌だなみたいなのがうっすらあったわけですよ、うん、うん、うっすらね、やっぱり体調がずっと2年間悪くって、うん、ちょっとでもこう最後の配信だけどうしてもやりたいんですみたいな、そういう流れだってないわけじゃないから、やっぱり、うん、やっぱり心配なわけですよ、ファンとしては、うん、そしたら配信の中で明日19時からもう配信がありますのでよろしくお願いしますっていう、おお、あ、よかった、もう全然やる気だこの人と思って、うん、その次に言ったのが、今英語の勉強してて、うん、本当は毎日朝枠やりたいんですよ、あ、全然やめる気ねえこの人喋る気まんまやん全然元気かよと思って元気じゃないんだよ、全然元気じゃない、うん、体調不良とか、うん、お話の中でもね、いわゆる場面緘黙症うん、みたいなところもあるような、人間でいうところの、あ、そのジャッカロープなので、うん、ジャッカロープが人間の姿をしてらっしゃるので、月野吉郎さんはね、うん、うん、そう、場面緘黙症のような症状も出てらっしゃるというようなお話もあったし、うん、なかなかね、ちょっとお体と心のね
ちょっと具合とって両方ちょっとしんどい状況だから、うん、決してねお元気ではないんだけど、あのやっぱ熱い女だなという、まあ、うん、ミルチーズ3人とも熱い女なんですけどね、あの本当に、うん、っていうのがあったんで、もう、うん、楽しみでしょうがなく、楽しみでっていうか不安もありつつ楽しみもありつつっていう感じで本当に、うんうん、いや6000人同時視聴でしたね、接続。いやすごいね、すごかったって。すごいというか、まあそうだろうね、うんうん、いやあ、すみません、若干に対してあのクエスチョンマークを貼っていらっしゃるのはこれは七種のファンの方ですね、これはね若干頭があの飛んでらっしゃるっていう、あの、ね、うん、コナンミヤの配信、ミヤさんのね、コナンミヤ、うん、やっぱりこうファン目線だとついこう呼び捨てでね言っちゃうっていうところありますけど、うん、そういうことを言うな言うなよ。なんかこうファンはね、そういうあの自分の好きなのでっていう理由でそういう扱いをしがちこれでもこれね、でも良くないと思うんですよ、これ雑に扱うとか良くないと思うんですよ、やっぱタレントさんとして僕素晴らしい方だと僕も思ってるからね、うん、うん、そう素晴らしい方だなとは思ってんだけど、うん、だとしてっていうエピソードが多すぎてお大丈夫なの、うん、まあね、っていう、わかるよ、私もあの、うん、私もあの中村エリックさんざん言ってたから大丈夫かって中村エリックさんね、はいはい、中村エリックさんラジオ番組よう聞いてました、驚き戦隊モモキ5を聞かせようこと中村エリック大丈夫かって思ってよくいやいや、あの、ね、分かるよ、だからそういうのは、うん、でもやっぱりリスペクトがない、やっぱりリスペクトがないとね、やっぱりタレントさんに対して、僕もタレントですから、やっぱり、うん、そうそうそう、皆さん素晴らしいですよ、ね、歌もお上手だし、うん、面白いコメントするし、面白い、面白いし、うん、面白いし、うん、うん、桃の木懐かしいってコメント来てますね今ね、桃の木ファイブそんな話が出ますよ今日珍しいですよ、そういう意味で言ったらそういうトークをするの回ですよ、うん、今日は。いや違うだろうえ違うの、違う、明日よはいはいはい、なんすか明日よ、はい、うん、私すごい楽しみにしているんだよ。あ、そうなの何ありがとう、どうしたの、明日何が楽しみなの明日ですね、なんと私が大好きな劇団ガイアクルーというところがありまして、あ、劇団ガイアクルーという、あ、聞いたことある劇団がありまして、聞いたことある、あれでしょ、あれでしょ、忍者系 VTuber 声優アーティストでどんどん肩書きが増えていったことでおなじみの朝のルリさんが、うん、声の出演じゃなくてちゃんと舞台の上でお芝居をしたっていうやつでしょ、うん、知ってる知ってる、聞いたことある、そうそうそう、うん、去年ね、伊勢津塔と電波塔という舞台がありまして、ありましたね、それで悪ふざけでね、続編のティーザーを作ったところ、うん、本当に2をやるっていうのが、ね、今年の8月28日から9月1日のね、池袋シアターグリービッグツリーシアターでね、そう、やるっていうことで、ほんでクラウドファンディングが明日始まるっていうね、すごい、なんかね、うん、なんかどうしたの、なんか身内に知り合いでもいるの、まあ、いるね、モアイさんっつうんだけど、あただ副代表のね、みっちゃさんね、みっちゃさん、そうだね、みっちゃんも知り合いだね、一緒にあれ、うん、一緒にゲームしたんでしょ、そうだね、一緒にファズモフォビア一緒にやったんでしょ、うん、そうそう、あ、みっちゃんさんはね見てたけど、あともう一人いたような気がするんだけど、まあ、そいつはいいや、そいつはね多分ガイア来る関係ねえと思うから、ちょっと関係ない人かなかもしれないからね、多分関係ない人の話しちゃいけないから、よくないから、うん、よくないから、ね、関係ある人の話しないといけない、そうそうそう、モアイさんとね、みっちゃんさんのが出てる舞台なんでね、私の、そうですね、ね、仲ね、
運よく仲良くさせていただいてる。いやいや、いいことですよ。素晴らしいことじゃないですか。モアイさん、お誕生日おめでとうございました。うん、あ、そうそう、この間ね、モアイさん、お誕生日おめでとうございますって、うん、あの、9時間、実生活をただただ垂れ流すっていう、とんでもない配信がありましたけど。すごかったね、あれね。あれ、びっくりした。俺もだってさ、前の日、前、前々日ぐらいに、いやこれ今更何君に頼むのもなって言われたから、うん、いや何って言ったら、うん、いや冒頭で、うん、あのナショジオみたい なんかナレーションとかあったらいいなって思ってってで観察日記みたいな感じにしたらいいじゃんって言ったら、あそれ面白いね、うん、じゃあ俺動画作るよって言って、うん、でオープニングの動画作ってやってみたけど結構ハマってたなと思って、うんうん、いやね、その声帯を垂れ流すっていうねえ、誕生日にそういう面白い劇団がね、そういう面白い劇団が、うん、もういいかなもういいよもういいかなっていうのに、うん、まあ、私、まあ、所属しております劇団ガヤクルのですね、うん、クラウドファンディングが、明日、4月6日のですね20時からスタートするんですけども、うん、19時30分から30分前からですね、このスタート配信ということで、ちょっと、うん、私草薙をはじめですね劇団員複数名で、うん、ちょっとスタートしましたっていうところをですね、うん、皆さんと一緒にちょっとやっていこうという風な形になっておりますので、ぜひちょっと、うん、今日ね、あの七神君の話すると思って聞きに来た人もよかったら明日も聞いていただけたらとあのね、うん、いやそう、まあ、大事よ、うん、あの七神君のね、まあね毎年占いもやっている、うん、そう、草薙健太が劇団ガイアクルーで、あの出るんですよ、この人。あの出てるんですよ、うん、なんでかってね、僕ね役者なんですよ。そう僕ね出てるんですよ、この人。僕18の時に東京出てきた時は占い師やるなんて思ってなかったんだから、うん、まあそりゃそうだよな、だってあのそういう学会じゃなかったもんな。そうそうそう、あ、ちょっとマイク倒しちゃった、うん、ね、そう、まあ翌年真剣10代しゃべり場出てて、ね、出た、うん、ね、その時は全然わしも占い師って聞いて、あ、でも分からんでもないみたいな感じになったけど、ね、びっくりしちゃったけど、そう、それまさかだ、うん、ね、占い師になって、うん、まさか VTuber 占うような人生を送るとは思ってないんだよ、こっちも毎年ね、あの志願のあった七神君のあのね、VTuber さんを占いしているという、ね、ことでおなじみの草薙健太。そうですよ、最初の頃はあれですよ、もう名前だけでランキングつけてくれってやったことないんですけどね、うん、私そんなことってちゃんと言ったんだけど、うん、なぜかね、あの、あれあれよという間に長年やらせていただいていますけど、うん、僕はもともと声優になりたいって言って東京出てきた人間でございまして、そうそうそう、はい、そうだよね、はい、ね、ありがたいことに、うん、今年ね、その朝野瑠璃さんが主役を務められる映画の方でも、うん、まあちょっとね、うん、まあ、役者の人っていう名前ですからね、ちょっと本当に、うん、端っこの方のお役であるんですけども、ちょっとありがたいことに、立派だよ、出るってことでありがたいですね、うん、だからそちらも出させていただけるということなので、そんな感じで役者もやっております。しっかりやってるんでねえ、何でしょう、ね、あれだよ、あのコネじゃねえかな。そうよ、コネじゃないですよコネじゃねえんだぞあのね、コネが嫌いなのが朝野瑠璃ですから、むしろ、うん、そうだね、なんかその、うん、なんかわかる、ね、人のつながりも大事だけど、うん、もちろんね、人のつながり大事なのよ、うん、大事なんだけど、うん、やっぱりそこにちゃんと実力とかちゃんと頑張ってる、うんうん、そう言ってました、朝野瑠璃この間の歌わくりで言ってました、うん、あの、うん、歌が上手くて頑張ってる女が大好きって言ってました、うん、うん、歌がうまくて頑張ってる VTuber を見つけてくるのが大好きなんだ、あの人、うん、仲いいのと、そのあれよ、その本当にちゃんとこの仕事任せられるっていうのが、うん、あの合致しないと、うん、あのやっぱ嫌だよ。嫌ですよ、やっぱりそれは、まあ、うん、そうそう、仲いいからってんで、うん、そのやるっていうのを、それはなんだろうな、それでやろうっていうふうに思える実力のある人じゃないと、あのそんなんやらせられないですよ。いや、もうそう、うん、本当に、僕はそうなんですよ。僕がソミスさんとこれ2人でやってる、僕ね、草薙健太の YouTube チャンネルなのにソミスさんと2人やってるのは、やっぱソミスさんと仲がいいのは、うん、そうだけど、やっぱソミスさんのこの類まれなるこの知識、うん
ね、うん、音楽知識類まれなるというか、あの、なんだろうな、類まれなるですよ、あなた、あなたみたいな知識の持ち方してる人そんないないんだから、あの、誰も行かないところに行こうとしている、まあ、それはあんま否定ができないあのこのなんかね、砂漠に住んでるトカゲみたいなもんですよあと生存競争で他にこう、うん、生存者があんまりいないので、あんまりないから、うん、たまたま生きてると捕食される心配があまりないけど、あの、環境はですみたいなところに適応した生き物みたいなねそうだね、それはまあ、まあ、否定はしきれないよ、僕も、うん、日中あの砂地ので片足上げてあのちょっとしたらもう片足上げるみたいな、そういう生き方をしているトカゲみたいなもんだよ白いやつね、白いやつね、うん、名前知らねえけど、そう、そういう生き方をしているからさ、うん、まあまあ結局そこで他誰もいないので、あ、まあそうね、やっぱり大衆音楽というものをちゃんとアメリカの歴史、うん、アメリカもイギリス、うん、その欧米の歴史から、うん、日本の歴史からっていうところも含めて、うん、ね、多角的に見ていく人っていない、うん、それがあんまいないっていうのもそれはそれでどうかとは思うんだけど、俺正直本当はなんだろう、洋楽語る人でさ、うん、A と B を分けらんねえのどうかと思うぜ俺いつも言ってるけど言ってる言ってるいつも言ってる、A と B を分けらんねえのと、あと B が、うん、あの、あまりにも広いので、そうね、あの、で、あとあの B っていう国になったタイミングが地域によって違うっていうのが、うんうん、そこ理解してよっていう、あ、でそれってさ、うん、結構普通にさ、うん、歴史学んでたりとかさ、その世界史勉強しててもさ、うん、ちょっとは分かるところじゃん、うん、で洋楽のさ、うん、勉強してたら、勉強というかさ、うん、勉強じゃなくてもさ、普通にさ、うん、あ、これはこのエリアなんだ、なんかアメリカの曲なんだにはならないと思うんよ、うん、ならねえんだけど、うん、日本にいるとアメリカの曲なんだになっちゃうんだよな、うん、あの、多分逆でヨーロッパの人がアジアの曲聴いてアジアっていう認識なのと一緒だと思う。まあまあそう言われちゃそうかもね、うん、あの、環境利用投法っていうコメント来てますよそうね、ガイア、ガイア来る、ガイア来る、あ、ガイア来る、違う、私ガイア来るじゃない、私ガイア来るじゃない、スミさんはガイア来るじゃないです、違います、うん、私はガイアかも知らんけど環境利用投法してるからガイア来るではないの私はそうだね、まあそうですよ、だから大事な、ガヤクルは草薙さんなんですよ、そうそう、僕はあの草薙でございます、僕はガヤクルですね、あの、ただ VTuber を知るきっかけは、あの、ナナシンクさんよりも、うん、あの、朝のルリの方がより知るきっかけとしては深くなりました、うん、うん、そうだね、そう、いや、正直、うん、本当にナナシンク以外の VTuber さん、うん、全然分かんなかったから、うん、二次三次とかね、ホロライブとかがあるんだは知ってたし、うん、二次三次でもそれこそほら月野水戸さんとか、うん、ね、あのデローンさん、樋口楓さんとか、まあ、デローンちゃんね、樋口楓さんとかね、あとはあと百万天原サロメさんとか、ああ、あ、胃カメラを晒したっていうことで話題になった、そうだね、サロちゃんね、あとはサロちゃん、あとはうんごサロメンゴ、ね、うんごちゃんですよ、スゴサンゴさん、スゴさん、ね、私と同じ誕生日のスゴサンゴさん、ね、そうそう、同じ誕生日のスゴサンゴさん、あの西鉄の社員疑惑が出たことでおなじみの、うん、西鉄じゃない、近鉄の社員疑惑が出たことでおなじみのね、そうそう、あの、いや、俺、あのさ、あの、本当に、うん、今日 VTuber の話をちょいちょいするけどさ、あの、うん、いや、あの、聞いてる人でね、分かんない方多分そんなにないと思うんだけど、うん、一応ね、一応解説しておくと、あの、うん、二次三次のね、そう、三五さん、うん、というね、 VTuber さんがね、ずっと活躍されてらっしゃる方なんですけど、うん、ね、あの、ここ最近ね、あの、話題になったあのこととして、うん、島スペイン村という、ね、うん、伊勢志摩、まあ、去年からね、ね、うん、ね、島スペイン村の、まあ、チュロスが美味しい、こんなに素晴らしい場所だけども、うん、場所がすごく遠いから人があんまりいないっていう、うん、だけども本当に素晴らしい場所なんですって、見に来てくださいっていう熱量の高い配信をした結果、それがすごいバズって、うん、島スペイン村とコラボしたっていう、うん、ことですごい話題になった、去年と
今年ね。そう、そう去年とさらに今年、今年はそこにあの、ね、百万天原サロメさん、ね、サロメさんと2人でサロメンゴ、うん、でサロメンゴでコラボして、でさらにまた2、3時でもちょっと他のメンバーともコラボとかすごいことになってるでしょ、うん、そう、うん、っていうんで、でちょうど昨日かおっといだっけ、うん、マツコの知らない世界で、そうそう紹介されて、うん、まあ、アニメの聖地巡礼っていう流れで、まあ、アニメじゃないんだけど、あ、うん、まあ、VTuber、うんうん、ってことでこれは今話題になってるんですよって、でこうでこうで今こんな感じなんですよって紹介をしたら、マツコさんが、うん、これ中の人近鉄の社員じゃないって、いうふうに言って、まあまあね、もちろん冗談としてね、近鉄の社員です、うん、じゃないって言ってて、わははって盛り上がってるっていうシーンがあったんだけど、まあ、僕今あの両親弟とね、まあ、4人で暮らしてるんですよ、うんうん、で両親がマツコの知らない世界好きでね、よく見てる、うんで、うん、そのマツコさんのセリフ、うん、ね、あの近鉄の社員じゃんじゃないのって言ったら、わははって盛り上がったら、次の瞬間うちの両親がそうかもって言って、違う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 、あれはジョーク、あれはジョーク、自分投げこと、潜ませておいたな、近鉄の社員2時3時に、近鉄の社員2時3時に潜ませてたなそんなわけないじゃんと、そんなわけないじゃんと思ったけど、まあでも知らない人からしたらね、どういう活動をしてる方かね、その我々からしたら100万人ね、もう大活躍されてらっしゃる宗三吾さんなんて、ね、宗三吾さんは私は何だろう、環境保全家ですからもう環境保全家ですよ、そうね、うん、あとさ、あのね、サンリオの社員の可能性だね。あーね、ないとは言えない。サンリオの社員の可能性。それだったらでも稲葉ハネルの方がよっぽどサンリオの社員の可能性は。そうだね。てかもう2020年から随分潜ませてたな。それも。そうだね。近鉄の社員とサンリオの社員を。サンリオとのコラボもあり。あり。随分潜ませてたな。2022年にポチャポチャとの共演あって。なあ長いよ、うん、去年の誕生日もなポチャポチャと島スペイン村、ね、コラボしてポチャポチャ出てたかんで、ね、去年はあの ね、サンリオにはもうサンリオの VTuber がいるん、染まってたいるんだよ、サンリオにいるサンリオ社員の VTuber とコラボしてますから、ね、そうそうサンゴさんはネルちゃんだってそうですよね、サンリオピューロランドの良さをっていうので広めて、もう、ね、この間、ね、先月はポンポンプリンカフェの方でコラボも1ヶ月ね、うん、やってらっしゃったりとか、プリン君ほんのずっと言ってたもんねいやプリン君の話ばっかしてんなって思ってたもん、いや僕もね、それはポムプ僕はポムプと呼んでるんですけど、ポムプ大好きなので、うん、プリン君大好きなので、うん、うん、プリン君のカフェ、コラボカフェか、ちょっと行きたいなと思って、ちょっと3月忙しくてね、結局僕行けなかったんですけど、うん、ね、だから、そのね、社員が潜んでるにしては、長い、ね、その、長いんだよ。隠し研究の爪より隠してる。潜伏期間が長すぎんだよ。そんなに寝かせる それしかありかい、あのアイドルマスターサイド M もあれか、銚子電鉄の社員がこういるのかいる可能性が、声優として潜ませていたのか、銚子電鉄の社員を銚子電鉄の社員を、うん、あれだ、専門学校に行かせて、そうだね、声優としてこうなんかこうすごい有名にさせて、それで銚子電鉄とコラボさせたのか、これ可能性がねもうゼロじゃないっていう25年ぐらい前だぞっていうか俺と同級生だぞ、ないよないよ、サイド M のサイド M というか、アイマス2の。アイマス2のね。あの人、わしと、同級生なんだぞ、本当に。あ、本当に、あ、そうなんだ、すごいな。あ、そっかそっか。学年一緒なんだよ。あ、そうなんだ。そっかそっか。俺の代の
あ、なんかちょっと君の先輩が、あ、そうか、そうなのか、あのが、うん、そう、あのサイド M のど真ん中や、ど真ん中やで、ね、サイド M の人じゃねえや、あのアイドルマスター2の男性ユニットのど真ん中やで、あ、そうか、サイド M のど真ん中ではねえな、うん、うん、あ、そうね、僕はあの東京アナウンス学院っていうね、東邦学園っていう、うん、うん、学校の系列のね、あの一つに2年間通ってたんですけど、うん、そこのサークル、うん、そこのラジオサークルみたいなのがあって、うん、そこの先輩がソミさんだったんですよ、うん、そうなんです、あので天下りしてました、天下りっていうな、天下って別にお金もらってないだろあれ、うん、あんた、ただスタジオに、うん、ただ卒業してからもスタジオにちょいちょい遊びに来て、うん、こういう風にやるんだよって、うん、他の先輩が教えてくれないことをちゃんと教えてくれるっていう、ちゃんと厄介じゃない方のちゃんとした先輩だったろあんた俺いやだってさ、他の子たちはさ、まあ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 ね、別に他の先輩たちもいい先輩でしたよ、うん、あ、いやいや、あれないよ、うん、学科がほら声優科だったからさ、そう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 、で機材を触る学科じゃなかったんだね、そう、ソミさん穴学の人じゃなかったからね、うん、そうね、系列校の今ない、うん、今ない学校、今もないんだっけ、今ないのよ、あ、そうか、今あ建物は映画専門学校になってる、あ、そうか、そうか、今映画専門学校になってるそうそうそう、高田馬場の校舎、この間ね、映画専門学校なんだけど、うん、そうなんだ、この間日高のぞみさん、うちの劇団がヤクルにたまたま偶然ね、はいはい、同じ東京アナウンス学院の卒業生の日高のぞみっていうのがいるんですけど、うん、のんちゃん、のんちゃんが LINE 来て、うん、久々に行ったら、うん、ずいぶん様変わりしててすごい引いてますっていう、うん、え、そうなんだ、だいぶか、あ、てかね、熊野校舎もうないよ、アトリエ熊野ないの、アトリエ熊野ないので、うん、大江戸線のさ、西新宿5丁目清水橋の駅の近くにでっかいビル建てたの、うん、でそこにシアターとかあるの、タグタグシアターって書いてる、それ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 、ほら今今東京アナウンス学院のことが全く分かんない方に関して言っとくとですね、東京アナウンス学院はですね、うん、2年間通うと短大卒と同じ資格がもらえるっていう学校です、うん、普通に専門学校なんで、はい、純学士か、純学士、そう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 、うん、そうそうそう、当時昔専門学校士って名前だったのが純学士、あ、そう、専門士だったんだけど、そうそう、確か純学士になってた、うん、確か名前がそう純学士になったんだと思うっていう話で、この間なんかね、ラビットで盛り上がってたっていう話を聞いた、うん、だから我々あれよ、大学3年から編入できるよ、そうなんですよ、全然どうでもいい話なんですけどね、そう、うん、そうそう、で、そう、そこのね、出身の声優さんがやっぱりね、すごいいっぱいいるいっぱいいっぱいいる、声優さんもいっぱいいるし、お笑いタレントかっていうのがあったので、あ、そうで、お笑いかがあって、そこからね、まあ我の先輩でもうすでにいたのが、その U ターンと、あ、 U ターン、うん、あとビビル、あ、そうか、ビビル、あ、ビビルってそうだっけ、あ、違う、ビビルではないの、ビビル大きいだけが、あ、大きさだけなんだ、そうか、そうそうそう、で空手家とか、あ、そうか、でなぜか穴学出身にウィキペディアで入ってるんだけど、うん、イシリ岡田先輩は我の先輩で、穴学じゃなくて、穴学じゃない、あ、違うんだ、うん、放送専門学校の先輩で、へえ、堤幸彦、イシリ岡田な、あ、そうだ、堤幸彦監督、そうだよ、うん、そうそうそう、東学園の、そうだわ、英語専門学校の方だわ、うん、そうだわ、違う違う、放送専門学校、あ、放送専門学校、放送専門学校、あの名前がね、うん、似通ってるから分かりづらいんだよな、違うね、放送はね、わしが最後の学生、あ、そうなんだ、うん、だからわしで後輩はなかった、だから、へえ、で、アナウンス学園でサークル、まあやってたな、その1年生の時からだけど、うんうんうん、後輩おらんくて亡くなりますって言われて、あ、それで、うん、映画専門学校になるよって言われて、そうか、それでよく遊びに来てたんだ、うん、あ、そう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 、で後輩、うん、まあでも後輩いなかったんだよな、あ、そうよね、あ、いや一人いたんだけど、うん、悪い商売を、あ、はい、大丈夫、うん、大丈夫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 、僕も卒業の前後で悪い商売の誘い3回ぐらい受けたから、うん、うんうん、ね、ね、
入り口入ってすぐの掲示板にね、あの貼ってたもんね。貼ってたからね、あの、うん、悪い商売には引っかからないでねくださいって書いてあったから、ね、うん、しょうがないね、どうしてもね、しょうがない、不安定な仕事だからね、しょうがないね、うん、しょうがない、そうそうそう、ね、でもまあ本当ね、全然めちゃめちゃ活躍してる人もいっぱいね、いるからね、いるいるいる、いる、だって僕の1個、あ、うん、1個上か、あの2個上ぐらいが、うんうん、あれですよ、柳原加奈子、ああそうだね、で僕、うん、その当時当然学内ライブ、学校内のいわゆるライブ、うん、お笑いライブっていうのがあって、うん、まあ、当然行く機会があったんだけど、その時にやっぱりね、うん、柳原加奈子さんはやっぱね、頭一つ抜けてた、うん、全然違った、うん、すごかった私ね、普通にあの授業で、うん、あのお笑い科で受ける授業があったから、あ、はいはい、あの授業ではなんか薄学園に来てた時もあるのね、サックルじゃなくて、うんうん、でお笑い科の先生と話、講師の先生と話してたんだけど、うんうん、3分の2おもろないって言ってたなんかお笑いやりたくて来るんやけど、なんか3分の2あかんねんって言ってたあ、でも逆に言えば3分の1ちゃんと面白いのがいるんだったらいいんじゃねえかな、そうそうそう、でなんかこうで、なんかね、そうなんか気に入られてたあなたはだってほら、まあ、もうこのラジオに僕が誘ってんのもそうだけどさ、喋、うん、れる人だからさあのね、なんか気に入られてたんだよな、あの、うん、実はそのお笑い科のテストが最後あったやん、うんうんうん、でお笑いのなんか、まあ大喜利なんだけどね、ああ、その、はいはい、大喜利ペーパーテストがあったんだけど、はいはい、どうやら高得点だったらしい、うん、むせちゃった、ABC で出るじゃん、うんうん、成績表、うん、もう A ですよちゃんとセンスがある人やん、そいいわ、ちゃんといい、だってあのその吉本の構成作家やってたからね、ああはいはいはい、あで、ね、あの普通にあのいやというかあのめちゃめちゃあの有名なお笑い芸人、本当に皆さん知ってらっしゃるお笑い芸人の構成作家をやってる人が講師やってたのでそうな、穴学ね、結構穴学もそうだけどさ、うん、あそこの学校さ、うん、もうガチのさ現場の人普通に連れてくるからさ、うん、で当時はさそんな分かんないじゃん、うん、言っても分かんない、わし分かったのがね、あでも、うん、あのうちの学校激ヤバな人来てたよマジで、おたき佐々木、あそうだ、おたき佐々木さん、そうじゃん、もう今うちの劇団の浜田さんがたまに一緒にお仕事してるけど、浜田さんって制作が、うん、そうそうそう、制作の人がいるんですよ、浜田さんって方、うん、そうそう、うん、おたささん来てたぞだけど授業受けてたぞわしマジで、ね、おたささ来てんだよな、すげえよな、おたささ来てた、おたささ来てたし、あとマクロスシリーズの、うん、音響監督やってた、うん、本田さん、はいはいはい、っていう方がいるんだけど、うん、マクロスの音響監督だぞすごいね、マクロスの音響監督来て、マクロスの音響監督がいる横で、うん、愛覚えてますかを授業で見て感想を言うんだぞつらっ、きつっ、何それきつっえ、これ展開的なやつなの、うん、あるいは劇場版ドラえもんみたいな一回止まってそこからのもう一回復帰っていう、うんうん、そうそうそう、伸びたタケコプターだけね、うん、止まってはぐれて、でジャイアンたちピンチ、大変だ、うん、っていう時に戻るっていう、そういう話、ちょっとそうだっけはい、あ、再開しました、あ、おかえりなさい、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます、せっかく聞いててくれたのに、うん、なんかね申し訳ないな、うん、はい、うん、ということでございまして、うん、何の話したんだっけ、だから、ね、昔話をしてたんだけど、そうですね、はい、おたき佐々木さんもねっていう、うん、それどころではないと
1時間でやるって言ってたのに、うん、明日のクラファンの話をほとんどしていない。そうなんですよ、ね、本当なんですよ。そう、全く何にもしないけど、ただ先に、あ、うん、そう、先にあれですよ、あのね、うん、あれ、今日の今週のおすすめ楽曲をお話ししましょう。あ、そうだね、うん、ちょっとね、アラームにしてたんだけど、うん、さすがにちょっとあれだと思ったんで。そうね、じゃあ、10分後にもう一回鳴るようにして。10分後、うん、10分後も喋り続けてたら鳴るようにして。うん、OK。そうそう、なんかね、はい、こういう時は時間感覚が大事だから。そうだね。そうそう、悪い。そうそうそう、1時間番組だっつってんだけどね。まあ、ちょっと今日途中で落ちちゃったんだね。少し伸ばして、うん、大体少し伸ばしてって言って3時間っていうのがちょっと良かったんで、それはお互い良くないっていう。うん、お互い良くない、うん。必要なことをね、うん、ちょっとやるので、まあ、今日の YouTuber さんのおすすめ楽曲、なんかちょっと駆け足みたいになっちゃって、あれだな。ちょっとね、うん、それはちょっと申し訳ないなっていうところではあるんですけども、うん、まあまあ、うん、ちょっとメインスタジオに戻して、うん、ストリームの配信を元に戻して、これでいけるかな、うん、アイコンも、ね、消えちゃったんですよ、よいしょっと。うん、消えてる。アイコンが消えちゃったが、うん、できるかしら。ディスコードをこれで読み込んでくれたらいいな。ちょっと読み込んでない。まあ、アイコンはもう諦めようけも。はい。ということで、うん、じゃあ引き続きいきたいと思いますが、では、音楽を変えよう。BGM を変えよう。はい、ということでございまして、うん、どこだ。夏休みの宿題と一緒。そんなんです。そういう部分はあります。うん、はい。というわけでございまして、毎週1曲ですね、皆様から送られてきました VTuber さんのオリジナル楽曲を1曲ご紹介する今週のおすすめ楽曲のコーナーでございます。今週はですね、皆様からのメールではなくて私の個人的な推薦楽曲ということで、先ほどからですね何度もですねお話に出ております、ナナシンインクのですね安藤ゆげさんの新曲ヒューマノイドでも恋がしたい、こちらの楽曲の方をご紹介させていただきたいと思います。何度もねこの番組聴いてる方はご存知かと思いますが、楽曲そのものは流れませんので、概要欄の方にございますですね、リンクの方からぜひ聴いていただければと思います。はい、安藤ゆげさんですね、ナナシンインク所属のですね VTuber の方でございまして、ヒューマノイドというまさしくですね、楽曲のタイトル通りでございますね。この方は大変、性能が良いヒューマノイドでございますので、性能が良いヒューマノイド、性能が良いヒューマノイド、いや褒めてんのかそれは、高性能ヒューマノイド、うん、合ってる、まあ合ってはいるし、うん、褒めてはいる、うん、褒めてはいるかな、うん、そう、はい、うん、ということで、ございまして、うん、はい、まあ、さまざまな楽曲歌ってらっしゃったりとかですね、してるんですけども、今回新曲がですねこの曲が出まして、はい、私も聴きました、うん、もうですね各種サイトの方でも音楽サイトの方でもですね聴けるんですけれども、まあですね、うん、乗りやすい、オタクが打ちやすい楽曲となっております、こちらの曲、うん、はい、よいしょと、うん、はい、なので、ですね、聴いていただければですね、もうノリノリで聴ける楽曲になっていると思いますので、うん、ぜひ聴いていただければという感じですけども、ソミさん もうこの曲は聴いていただいた感じですよね、もちろん。あのね、うん、もういつも通りさ、はいはいはい、いろんな方面から考えるじゃない。そう、あ、そうね、はいはいはい。うん、で、あー、ま、前にその紹介したあの電波歌、はいはいはい、のその萌え文化の中における電波歌、はい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 、のまあカテゴリーだなっていう、はい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 、確かにね、と、うん、そうね、あとそっかな、ボカロ文化のところかな、うん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 、なんかヒューマノイドというところでそのなんかボカロ寄りの感じが、うん、すごい出てるので、そうですね、実際ね、このゆげさんのね、今のお話にもありましたけど、ね、ボカロ文化、まあ、ニコニコ文化がね強いっていう、この楽曲の前のオリジナルソングがですね、ゆげちゃんマーチという楽曲だったんですけども、この曲が、作ったのがフェイクタイプさんということで、トップハムハット教がねリリックを作った
っていうところで、まあ、トッパーマーがバットハット教って聞いたらね、もうニコニコのラップとかをね、分かってる人だったら、もうおトッパーマーバット教かよ、フェイクタイプかよっていう風になるんですけど、うん、やっぱりこの文化、やっぱりもともとやっぱりこのネット文化、ニコニコ文化っていうところの系譜をやっぱり、まあ、ユゲさんがやっぱり踏んでらっしゃるところはあるのかなというふうには僕もやっぱ思いますね。でどっちかっていうとそのラップの強い、やっぱり自分ラップで乗せてきた前回に比べると今回に関しては本当にドストレートな、うん、あの分かりやすいボカロソングっぽい感じがしますね、うん、そういう意味で言ったらすごい分かりやすいな。これ普通にそのなんだろうボカロ、うんボカロ曲っていう感覚で聴いてたな、うんうんうん、あー確かにそうかも。なんかだからね、なんかこう面白いこう回帰の仕方をしてるなって思ってさ、はあ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 、もともとボカロに歌わせてた曲を、うんうん、一つがヒューマノイドだけど、うん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 、ボカロじゃないところに歌わせるんだな今っていう。そうね、確かにそれはあるかもね、ま、うん、そういう歌い方が、歌い方というかそういう歌がちゃんと歌える人だしね、うんうん、あのうん、まあそもそももともとそのボカロ P やってた米津玄師とかさ、うんうんうん、そういう人たちがその普通に歌うようになって、うんうんうん、でそのボカロ P がその曲提供して、うん、あの歌ってる人たちがいるので、うんうん、あの全然こう違和感のないこう回帰の仕方をしているんだなっていうのは、うんうんうん、ちょっと思ったね。確かにね、うん、だからボカロ曲をなんかそのボカロじゃない、うん、難しいな、うん、ヒューマノイドっていうところで、まあ、そうね、ボーカロイドじゃなくヒューマノイドが、そう、ね、歌うっていうさところ、うんうん、湯気さんはあのこの間もね、あの話に出た、うん、あのかなでかのんさんとも、あとしーちゃんさんもそうですけど、あの、うん、ボーカルドベータスタジオ、うん、であのユゲさんのボーカルドベータっていうのが出てたりもするので、うん、なんかその辺のなんかね感じもちょっとうん、そっちはねもうまさになんかねそういう意味で言ったら本当に、うん、あヒューマノイドのボーカロイドだったらこうなるんだっていう感じではあった、うん、楽曲の感じもそうだし声の感じというか質感がやっぱりまあ、うん、ユゲさんが歌うとユゲさんは高性能ヒューマノイドなのであのもう情感の伝え方とかがすごい上手いんですけど、うん、この人、うん、なんかねそういう意味ではより逆になんかボカロっぽさがより強い曲かなって今回は思いましたね。そこをなんかこう抜いた感じがする、うんうんうん、うん、なんかその情感みたいなところを抜いて、うんうん、なんかその本当にボーカロイドに寄ってこうなんか作られてたような感じがするなっていうですねのがあるんだよな。だからまあまああのそのなんだろうな、うんうん、であのサビ超頭残るじゃん。ああそう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 、ああ これポップスで結構重要なとこだよなっていうのを、うんうん、思ったよ、うんうんうん、いやそうよね、サビがちゃんと頭に残るって、うん、ポップスだからもうみんなが聴くやつじゃん、うん、みんなが聴けるちゃんと曲になってるっていう、うん、そうあのね、うん、これはあのこれどっちの意味でもなんだけど、あの大塚愛はい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 ってサビ超頭残るじゃん。あ、まあそうね確かに、うん、あれがねうまいんだけどなった、うん、なった違う、うん、うん、うめえんだけど、うん、そのあの時ねわしあの大塚愛とか、なんかその、うん、売れ線すごい嫌いな時あるじゃん。ああ、まあまあね、はいはいはい。うん、まあまあありますよね、その、うん、なんか売れてる。すごい、うんうん、売れてるってだけで、許さんみたいな感じに なる時ってあるじゃん。まあまあありますよね。うん、うん。うん、なんかそういう感じだったので、うんうん、なんかその、頭にので、仕事で大塚愛すげえ聞いてたからさ。ああ、うんうん。あのもうすっげえ頭残って、うんうんうん、イライラしてずっと替え歌歌ってたもんね大塚愛の大塚愛の大塚愛をもう ずっと替え歌にしてた、ね、どういう感じどういう感じよ、それは、ね、これはね、うん、マーズの方があのさっきコメントあったあの火星人の方がねああ火星人ね覚えてんだけどね、うん、わしの持ちネタなんだよなこれな
あれなんだっけ、うん、あ、そうだ、社長が殺された、それ何の曲、それちょっと待って、うん、どの大使いだよ。ね、フレンジア。あー、もう今ね、社長が殺されたって言われた瞬間に、あ、フレンジアどんな曲だっけってなって、そっちが消えちゃったもん今。でしょ、うん、消すなよ。で殴られて応接間には血染めのトロフィーと、もうずっと言ってた。もう物騒。物騒。フレ。絶対怒られる。絶対怒られる、本当に。うん。わしの頭の中でなんかそうなってた。まあでもそうね、そうなってた。どうにかなんねえかなって思って。まあだって毎日のように聞いてるようなね、うん、環境にあるんだったらそういう風にね。そうそう、ほらマズがね。うん、あ普通。うん。あのマズの方が覚えてるから、このわしの持ちネタ。自分のことって忘れるじゃん。まあ確かにね、そうだね、うん、人が覚えててくる。そうよ、あのマーズはね、わあの我の記憶装置だから。アーカイブみたいに使うんじゃないの。うん、ま、マーズは我のアーカイブなんで、あのそんなこと言ったっけ。言うと、あの言ってましたよって、うん、感じで一緒に、ね、覚えててくれてるんで。一緒にネットラジもね、やってますから ね、うん、10年以上の付き合いですからね。長いですね、今度火星人さんも来てもらいましょうかね、はい、あ、そうだね、まずと、うん、あとね、あのムシュビとね、あ、ムシュさんもそうですね、ぜひね来ていただきたい、うん、ところですけど、まあそんなことでございまして、はい、アンドリューベさん、うん、ね、あ、よかった、なんかね、言えるかどうかちょっと不安だったんだけどね、はい、あの言えたわ、大丈夫です、よかったです。あのアンドユーゲさんね、いや、すっげえ聞いたんだよ。そうよね、だって、うん、最初ね、YouTube で聞いて、うんうん、なんかピンとこなかったんですよ。ああ、なるほどね、それ聞く、やっぱ媒体。そう、で、うん、メディア変えたのよ。はいはいはい。あの、Apple Music で聞いて、はいはいはい。で、あ、そっか、こういう細けい音が聞こえてなかったなって思って。なるほどね。うん。それからだったな。うん、そう、大事よね、そこのね、うんうん、あの聞く媒体によって変わってくるって、うん、その印象やっぱり変わってきちゃうあるから、うん、はい、そう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 、ね、だからね、あの、うん、結構それでこう自分の中で解像度を上げて、うんうんうん、あ、で、あ、うん、そっかそっか、ボーカロイド文化なっていうところに、まあまあ、あ、今までいつも通りの結論だなっていう。結局ニコニコ文化に回帰しようとしているんだなっていう。どうしてもね、YouTuber 文化、うん、VTuber か、VTuber のやっぱ音楽文化って、そこにね、どうしても至るところはあるなとは思いますよ、うん、やっぱりそこはね。そうなんだよね。うんうん、あ、おそれは。あ、気づいちゃいました。今、うん、今ね、ディスコードに上がったから、もしやって思った。はい、これ、模様絵師翼くんっていうです、僕の友達のイラストレーターにがですね、うん、ちょっと、あの、全然やるよって、いいよ。やって全然やるよって言ってくれたんで、あ、じゃあお願いするよっていうことで、お願いしました。僕のイラストでございます。なんか俺よりもなんか爽やかな気がする、うん、まあ、君もともと爽やかだな。あ、本当？あの パッと見ね、うん、あ、うん、うん、あ、うん、うん、そうだね、うん、うん、パッと見、パッと見爽やかで、で喋、うん、ってこう、うん、あのね、最初の3ヶ月ぐらい爽やかなんだよ。あ、うん、あのね、だんだんうさんくさくなってくる。うさんくさいって言うの。うさんくさいって言うな。ちょっとちっちゃいからもう少し大きくしよう。うん、あと、あの、あれや、あの、なんだ、あの、あ、ツッコミが、ツッコミ好きなんだな。うるせえな。うん、うるせえな、そうだよ。うん、なんかボケなきゃな。なんでだ。いいよ。無理にボケんだよ。こっちが寂しいだろ、なんか。みんなそう思ってるよ。やめろ、こら。心をえぐるな、俺の。俺の心を微妙にえぐるな。ささくれ立たせるな。終わるよ。うん、こういういじり方をね、うん、あの、できる人はね。うん。いや、最近結構いるな。前、昔は。行った時はね、こういういじり方をしなかったんだけどね。
なんか周りがそういういじり方をしてるんでね、うん、草薙さんの。そうね、いや僕はね、いじられたら面白いタイプだとは思いますよ。ありがたいことにね、いじっていただけたら面白いタイプだと思うんだけど、なんかね、雑ないじり方する人がさ、いるじゃん。誰とは、どういう人かとは言わないし、誰とも言わないよ、言わない、ね、それいじってもらえるだけありがたいって話ではあるんだけど、そのいじり方お前がただ気持ちいいだけだよなって思って、カチンってなる瞬間はあるよ、ソミさん今言ってるから違うのは分かると思うけど、ソミさんのこのいじり方はさ、あのもう長年の付き合いがある愛あるいじりじゃん、もう、お前そういうとこだぞって言ってみんながあってなるその感じとかさ、あの分かっててやるじゃん、あの、それお前がさ、あの、俺に対してマウント取りたいからやってるだろっていうさ、あのいじり方をされるときに、あの、僕ほら根っこはさラジカルなので、そうだね、あ、アナーキストだもんね。アナーキストですから、もうアナーキーインザアナーキーインザ JP ですから、もう、そうそうそう、ね、私、私はその、多分ね、草薙にこう嘘つきだと思われてるから、あの、そんなことない、ね、うん、私が言うことはね、あの、嘘なんですよ。あの嘘も嘘にそんなことはないけど、あのね、嘘も方便、時に宝になると申しまして、嘘というものはですね、時に人を喜ばせるものではございます。喜ばそうとした嘘じゃないじゃん。そうだね。ジョーク冗談でこういじりをさするのとさ、お前ただそうね、ジャイアンしたいんだろうっていう、関係性がやっぱ重要なんだよな。いや大事大事、本当に。そうそうそう。関係性大事ですよ。草薙は俺のことをいじれるようにはしてるもん。そうそうそう。僕ソミさん。やりづらいと思うけどね。まあやりづらくはないけど、あの、ようしゃべるときにどう止めようかなは考えることはちょいちょいやるよ。そうだよね。うん。すまんの。そう。いいんだよ、別に。そこは別に俺ソミさんの面白いところを逆に引き出したいと思ってこのラジオ一緒にやってるから、いいんだけど。やった。そうそうそう、そこは僕の腕の見せ所ですから、逆にね。そうだね。そうね。私もね、だから操られてるわけですよ。そうそうそう。もう傀儡。で、操ってるっていうことで、あの、なんか得意げになってるんですよ、この人は。そう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 。もう。鼻高々っていうね。やってやったぞって。やってやったぞっていう、お互い思ってるから。うん、そうそうそう、釣りいいや、はい、バランスが取れてるっていう、で、そうですよ、あのほとんどあの話してない、あのちょっとあの ちゃんと触れよう、あのそう、あのだからそろそろエンディングいきつつ、あの、そろそろちゃんと話を、ガイアの話を、今日今日私もしたいので、今日 VTuber の話と、音楽の話と、あの我々の専門学校の話あとあのブルースクリーンね、あとブルースクリーンっていうそういう4大特典でお送りしましたけども、なんかそうだから今回トークテーマ少なくガイアのことにしようと思ったのに結局そうなっちゃったね、なんかね、なんか普段より盛り上がったんじゃないかってぐらい、そうだね、あ、まあほら、まあ、2週間空いてたから、空いてたからね、はい、2週間ぶりの放送ということで、ということでございまして、2024年4月5日、放送分、草薙健太、ソミス至高のラジオいかがでしたでしょうか。番組では皆様からのメール募集しております。宛先は概要欄の方にございます。メールフォームの方から送ってきてください。そして、おすすめ、皆様からのおすすめ VTuber 楽曲、募集しております。こちら条件といたしましては、その VTuber さんのオリジナル楽曲に限らせていただきます。そして、その VTuber さんの、公式の、できれば公式の、YouTube リンク、公式の、はい、切り抜きでも、まああのね、よく二次創作 OK の VTuber さんはほとんどだと思いますので、切り抜きもね、当然推進している VTuber さんが、まあ、ほとんどだと思いますので、それでもまあいいは、まあ、いいんですけど、まあ、できればやっぱり公式の再生回数を伸ばしたいという、本人の再生回数につなげたいですね、はい、というところがありますので、ぜひともですね、ご本人のよかったらオリジナル楽曲があると、まあ、再生こちらとしても、ね、取り上げやすいかなと、はい、というところでございますので、ぜひメールフォームの方から送ってきていただければと思いますね。100人ちょっとのね、チャンネルではございますけれども、少しでもね、ちょっと貢献できればと思ってやっておりますので、これがね、1000人、1万人とちょっとずつでもね、ちょっとチャンネル登録者数を増やして頑張っていければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。お願いします、ね、今日はね、本当に月野吉郎さんの配信もね、本当に、
6000人がね、最初の方であのケンケンさんがあの、うん、あね、今日配信初めて聞いた人、あのこのスパナついてるこの川上健一さん誰だろうっていうね、あのあれだと思うんですけども、うん、あのうちの劇団ガイアクルーの公演で、うん、あの毎回照明を担当してくださってる照明さんなんですけど、うん、はい、あのめちゃめちゃもう、クラファンのページに、うん、あの名前が出てる人です。そうですね、クラファンあのクラ、あ、ちょっとクラファンのリンク俺貼ったっけ、うん、クラファンの、いや、貼っているかい。ちょっと待ってね、それが一番重要だと思うぞ。そうそう、クラウドファンディングのそページを貼ろうと思ってて、うん、そう、貼ろうと思って、うん、あ、貼れてない貼れてない、そうだ、貼ろうと思ってます。わしブックマークバーに入れてる。プレビューは表示できません。なんでプレビューが、うん、あー、ログインできてない。そっか、さっきパソコンが落ちたからだ。なるほど。ちょっと待ってくださいね。はい。で、先ほども申し上げました通り、あの劇団ガイアクルー、私が所属しております劇団ガイアクルーの本公演が8月の28日から9月1日、うん、東京池袋のシアターグリーンザ、ビッグツリーシアターというところで、ですね、公演が行われるんですけれども、今回ですね、ちょっとかなり大掛かりなですね、舞台セット、うん、設営をちょっとやりたいということもありまして、うん、クラウドファンディングの方を募集することになりました。まあ何せね、ちょっとね、物価高というところもありましてですね、うん、ちょっとご協力の方もしいただけたら ありがたいということで、このようなことをさせていただいております、うん、で、クラウドファンディングのですね方のリンクをですね、今よし、概要欄の方に、ページはこちらと、概要欄の方に貼らせていただきました。そして、まあ、チャットの、うん、チャットの方にも貼りましょうかね、分かりやすくね、チャット欄の方にも貼っておきます。はい、よいしょと。はい、で、こちらの方ですね、明日からスタートでございます。明日生配信の方もございます。さまざまなリターンご用意させていただいております。はい、こちらの方をですね、ぜひともですね、よかったら応援していただけたら嬉しい限りでございます。いろんなリターンご用意しておりまして、僕の中ではですね、結構一押しのリターンとしてはですね、そうですね、これね、浅野瑠璃さんがね、今回もご出演、前回に引き続きご出演いただくんですけど、剣なんですよ、うん、で、前作とうとう、施設とうとう電波塔陰陽鬼譚アクリルスタンドコースってのがあって、150mm、まあ、15センチぐらいのアクスターを、まあ、皆さんにお届けしますよということになってるんですけども、うん、8000円で、まあ、さすがにもうルリネーの姿を出しちゃうと、もう何が何だか分かんないので、そうだね、もうそれはルリネーのアクスタじゃんってなっちゃうね、それは。さすがにそれはちょっとルリネーとも相談しまして、その七星宝剣というね、まあ、宝剣なわけですよ、うん、でその宝剣が喋ってるっていうので、まあ、ルリネーが出演してるんですけど、この剣のアクスタ、うん、この剣のアクスタがですね、見れます見出ます、うん、はい、でもまあ剣だからな、そこのなんかこう衣装とかさ、そういうところがじっくり見れるということでしょう。そう、まあそうだね、150mm だから、うん、まあそこそこ大きいので、うん、あ、こんな感じなんだっていうので多分チェックすることはできると思いますので、いやーすごいと思うよ俺、その七星宝剣がそのアクスタで飾れるの普通にかっこよくね、うん、そうなのよ、だから、うん、あれですよ、僕は東というですね、塔博士、うん、まあ、その塔と電波塔という、うん、まあ、要するに塔とタワーというね、塔とタワーというその、うん、架空の、まあ、タワーを設計建築したおじいちゃんの、うん、役をやらせてもらったんですけど、うん、東の横に七星宝剣っていう本編ではなかった絡み、うん、あ、そうね、アクスタならできるねアクスタならできます、うん、なんだその組み合わせっていうのができます、うん、で、ね、もしかしたら塔と電波塔をまだ見たことがないよっていう方がもしかしたら、うん、いるかもしれません。え、そんな作品あったんだ、うん、でももう今から見れないよねと、ご安心ください。なんと、うん、塔と電波塔なんですけれども、今ですね、なんと、当時無料配信をやっておりましてですね、まあ、定点カメラでですね、うん、客席の後方の方からで、まあ、音質もそんなにちょっといいわけではないんですけども、全編、うん、無料公開、しかも永続決定しておりまして、なんと、うん、全部見れます、はい、いやね、これそのネタバレを、まあ、私その数日後にこう見に行っているんですけど、うん、ありがとうございます。とうとうね、はい、
ネタバレ大嫌いおじさんだからさはいはい、はい、あのパンフレットに名前が書いてあっても絶対見ない人なの。はいはいはい、うん、まあ今回出演者紹介見たけどね絶対見ない人だからもうこの初日のやつ見てないのよ、はい、あそうなんだ。うん、見ねえで言ってるからありがとうありがとう、うん、それはありがとう。何の話もわからないでその見に行くっていう、もうあのデビッド・リンチの映画を見に行った時に、あの伊集院光がデビッド・リンチの話をし始めた瞬間にあのラジオを切るっていうぐらいもうあの前もって何か情報を仕入れておくのが嫌な人なんです。すごいな、うん、いつも聞いてた伊集院光のラジオをその日だけはもうぶった切ってプツッとね、うん、寝たっていういやそんぐらいあのなので初日見てないんですよ。ああなるほどね、あの、うん、よかったら今からでも、はい、そうそうそう、これをねあの、まあ、2時間47分ってあるけど、うん、まああの客入れから回してんのか、客入れから回してるはずですね、オープニングの、うん、そうだよね、なんかちらっと見たけど最初カペさん喋ってるところから始まったから、そうそうそう、そこから始まってて、うんうん、BGM だけちょっと冒頭の部分を無音にしてるところが多分あると思います。なぜかというと、あまあそうだね、あのはい、あのそうなんですよ、あのねこれね、うん、あの本番感激に来てくださったことはご存知だと思うんですけど、うん、あの、うん、冒頭オープニングのですね、いわゆる M0 と呼ばれるですね、これからいよいよ舞台始まりますよ、うん、スタートしますよって時に今日いわゆるこうテーマソング、うん、が流れるみたいなのがあるんです、うん、テーマソングとかね、まあうん、まあインストが大体流れるんですけど、あの、うん、今回もろもろ許可と、この回あのもろもろ許可取って、あの、うん、朝のルリンのアウトサイダーを流させてもらうっていうですね、すげえ聞いたアウトサイダーすげえ聞いたいやアウトサイダーめっちゃ主題歌っぽいんだよねこれ、本当に主題歌だったね、ただまあ当然うちの劇団の公演でこれ流すときにそれが流れちゃうとこれはまずいので、はい、あのうちのチャンネルではね、うん、あのそうするとまた別の許可が必要になってきてしまうので、そうそう、はい、なので、多分そこは確かに無音にしてるはず、多分、うん、確か、うん、そうだよね、だから そういうとこから普通に流れてたらそれはなんかするだろう大丈夫でしょうあ、よかったよかった、あの 今確認しました、今更不流れてません、大丈夫です、今更不安になるんじゃねえよびっくりした今、えそうだったよねって思って、いやいやこれはねさすがにね、あの事務所さんのチェック入れてるはずなんでね大丈夫だと思いましたけど大丈夫です、当たり前だよびっくりした今、えそうだよねって一瞬不安になるっていう、今更不安になるんじゃねえよ怖いもんだって、いや各方面チェック流してる、今もそうだよ、クラウドファンディング始まる前にこれ大丈夫ですか、これ大丈夫ですかっていろんな事務所さんとかにチェックする役割、うん、俺とみっちゃんでやってるんだよ、そうね、あのそういろんなところがね、あの協力してるからね、そうそうそう、でこれはちょっと修正お願いしますとか、あこれちょっとなしお願いしますとかって、ね、いろいろ、あ分かりました、じゃあこれどうですか、あじゃあこれで OK ですって、もうもろもろ各方面いろいろやってるから、うん、もう不安で不安でしょうがない、うん、本当に大丈夫だったよ ねみたいな、うん、そうだからそのまあクラファンのページに書いてあること以外のね、はいはい、ここはあのお伝えはできないできないのでちょっとあれなんですけども、けどクラファンのページがなんかものすごい情報量なんで、あもうぜひぜひあのご視聴いただき、これはすごいと思うよ、いやマジで、うん、よくこんなに頑張ったな、うん、よくこれで OK もらったなっていうぐらいにあの、うん、しっかりご用意させていただいているので、あのぜひちょっと、うん、とうとう電波塔を見ていってね、電波のね、うん、もしまだ見てないよって方はぜひ初日公演の無料配信やっておりますので、これ見ていただいて、本当にね舞台って敷居は高くない、あもうそう言ってもらえるの嬉しいね、思える、うん、あの本当にすごいから、あのであのなんだろうな、そのアニメとか映画とかを見てる感覚で見れる、うんうん、見れる間違いない、劇場版のアニメを見てる感覚かな、あー近いかも、うんうん、うん、ガイアの舞台ってなんかそういう感じでなんか見れるんだよね、そうね僕もそんな感じ、うん、僕もともとねその、うん、友達のね望月圭君っていう友達が出てるのを10年近く前かな、9年、うん、もうそんなになるか、9年10年近く前に、うん、
リンケージっていう舞台があって、それ見に行って、うん、この舞台すごいなと思ってツイッターに感想書きまくったら、うん、飲み会に呼ばれて座付き占い師って面白くない、うん、みたいな話になって、うん、劇団員になったっていう経緯があったの で、うん、ですけど、もう10年ぐらいなんだね。もう10年近く前ですね、それがね、うん、そうだから劇団員になってから、そう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 、うん、だからね、あ、はいはい、以前ルカ子さんが出演された舞台が初感激だったけど楽しかったですね。あのルカ、うん、オーラルカ子さん、七神のね、先ほどのお話にありました、うん、あのオーラルカ子さんが実は舞台出演されてらっしゃったんですけど、うん、実はあのそのルカ子さんが出演されてた舞台っていうのが、その同じ東京、うん、その同じこのシアターグリーンなんですよ、うんうん、同じあのでシアターグリーンって同じその建物の中に3つフロアが、うん、ある、まあフロアといいますか、いわゆるその舞台が3つあると。舞台か、うん、そうそうそう、で、うん、真ん中に、まあ、一番サイズ的には一番小さい狭い、けれども、うん、まあその分距離が近いから見やすいっていう朗読劇なんかで使われたりするのが真ん中にあって、うん、これベースシアターっていう公演ですね、うん、で、左側の方に、ボックスインボックスシアターっていう、うん、まあ真ん中ぐらい、うん、大体まあ、うん、100人ぐらいかな座れる、そうね、うん、うん、ところがボックスインボックスシアターっていうところで、東都電波塔、前回の東都電波塔はこのボックスインボックスシアターで、うん、そうですね、はい、そうそう、やらせていただいて、一番右側にある、ビッグツリーシアター、今回ねやるやつなんですけど、これ100、うん、何十人だったかな、まあ、100人でも超える結構大きい、うん、それこそそのリンケージで使わせてもらった時の、そうだね、そうそうそう、はい、うん、はい、ありがたいことにガイアクルーですね、本当に毎年公演の方、うん、この、うん、グリーンシアターグリーンさんの方でやらせていただいてるんですけども、うん、今回は、うん、その一番大きいところでやらせていただくと、で、うん、でルカ子さんはたまあのベースシアターっていうその真ん中のね、うん、一番だから距離感が近いところだ、うん、確かそっちだったかな、ボックスインボックスかベースシアターのどっちかだと思うんですけど、うん、まあ、そちらの方でね、実はご出演されていらっしゃったというところがあって、うん、ああなんか不思議なご縁だなっていうふうにはそれね、うん、まあ、東京都内ね、ほんといろんな小屋があるんで、うん、ね、たまたまちょっと同じ小屋だったから、あ不思議なご縁だななんていうふうには思ったんですけども、うん、はい、うん、ね、でもね楽しそう、そう167席からだそうです、167席、あ結構広いな、うん、ビッグツリーシアター、うん、ビッグツリーシアター、そうなんです、まあ167全部は多分使わないと思います、うん、いわゆる機材席とか、うん、あまあそうですね、そうそう、うん、あると思うんで、だから102、多分座れるの多分120、30とかじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ埋めるの大変なんで来てください、ほんとね、すごいよ、うん、やっぱ生で見るのとその YouTube の定点で見るのではもう全然違います、全然違いますよね、ほんと客としても思うし、うん、出演者としても思う、うん、やっぱり、うん、ね、来れるなら行った方がいい、マジで、そうね、なかなかね関東近郊じゃないと行くのも大変かなと思うんですけど、うん、ただ僕の僕の京都の友人はうん、ベースシアターで公演やった時に、うん、うちの劇団ちょっと変わってて、毎公演を、うん、まあ、全部じゃないかな、うん、全部ではないんですけど、うん、各公演を無料で YouTube ライブで配信してるんですよ、うん、昔は Ustream だったんですけど、懐かしいですね、 Ustream、 Ustね、そう、 YouTube ライブで公演を生配信をそのまま流してるんですよ、うん、定点カメラ で、うん、で、それを、そう、で、それを見て京都の友達がこれは行かなきゃって言って、うん、チケット、新幹線のチケットと公演のチケット取って来てくれたんですよ、うんうん、で、あ、これは本当に来てよかったって言ってくれた、うん、まあ、それ嬉しかったですね、あの時はね、本当に京都からだよ京都からだもんな、往復だけでだって2万円ぐらい、2、3万するよ、だって、いやでも金と時間あったら行くって、そう言ってもらえる、これ見たら、うん、で、その前回のそのトートの時って、うんうん、プロジェクションマッピングあったじゃないですか、あプロジェクションマッピングすごかったね、すごかったのよ、うん、こうやるんだっていう、そう、え、舞台にこんなんやるんだって、そういうのでほんとすごかったんでね、超かっこよかったよね、ありがたいですね、そう言っていただけるのはね、みっちゃんさん超かっこよかった、みっちゃんかっこよかった、あれずるいもうみんながずるいずるいってずるいじゃねえ、ずるいって言いながら、うん、みっちゃんこうした方がかっこいいよってね、稽古の時にみんなして言うの、うん、もうそうするとね、みんなが思うかっこいい、ドーマンがね、うん、どんどん集まってくるっていう、うん、でみっちゃんそういうの言われるの好きだからさ、うん、
あの、うん、元気玉みたいなね。そうそうそう、元気玉。さっきコメント欄でもちょっとあったけどね。さっきコメント見たけど。リターンで元気玉っていう。そうそうそう。ね、どんどんみっちゃんさんがかっこよくなってくる。あ、ケンケンさんがベースシアターでしたねって言ってくれてる。ああ、そっか、ルカ子さんのやつベースシアターだったんだ、あれ。ありがとうございます。そうかそうか。ね。そう、まあまあ、そうで、そう、元気さん、照明さんなんですけど、あの、うん、僕があの、まあ、ルリネーのこともルリネーとね、その一緒にお仕事したこともあって、うん、ルリネー の配信とかも見に行って、でルリネーが歌枠リレーとかすると、あの、うん、ルリネーさんがその歌枠リレーで出演した人のチャンネルは全員登録していくっていう、うん、で僕があのその例えばシーちゃんさん、あのキョンシーのシーちゃんさんとかのとこに行ってコメントとかすると、うん、いますねって、うん、あのケンケンさんからそっと LINE が飛んでくるんだけど、うん、もういますねって言ってるってことはあなたも見てるんですねっていう、うん、なんかそのいいつながりだよな。そこでそのチャンネルを見る人がこう増えていくわけだから。そうそうね。いや、ケンケンさん、あのスタッフ側で、スタッフ側で、いや、ケンケンさん、うん、だいぶ特殊な気もするけどね。そこまでね、あのハマってるのもすごいんだけど。ケンケンさん、もともとね、グラブルめちゃめちゃやり込んでたりとか、ゲーム結構すごいやり込んでる、うん、オタクの ね、側面が強いなっていうのは、もともと知ってたんですけど、うん、で僕、ナナシンクのもともとオタクだから、うん、ね、ナナシンク一緒にお仕事させてもらって、うん、ナナシンクさんってすごいなって思って、ナナシンクさん応援させてもらってるんだけど、うん、でそうすると、うん、ナナシンクさんの、だから稲葉ハネルさんってこういう人なんですよとか、いう話をしたりとか、でも一番最初にしたのが、うん、だから、ね、うん、どれだ、誰を最初に紹介したんだっけ、ナナシンクだと。多分でもルリネーの配信、うん、歌枠だから多分スズミネモさんとかかな、多分、はいはい、うん、そうそうそうとかで多分紹介して、うん、ナナシンクさんってこうですよって話をして、でケンケンさんマインクラフトやる人なんですよ。うんうんうん、なるほど。マイクラ やってますね。そう、マイクラをやる人なんで、ケンケンさん、うん、マイクラの配信をする方もいらっしゃるんですよね、うん、っていう話を。そうそうそう、 VTuber さんマイクラね、ようやってますもんね。そうそう、で、ナナシンクでマイクラやってる人どんな人がいるんですかっていう話になったんで、うん、何人かこう、この人はこういう風にやってますよって言って、で、ナナシンク結構あの統合、去年統合になったんですよ。いろんなグループとかが全部統合になった時に、うん、マイクラを3日間ずっと配信し続けるっていうあの、そのナナシンクサーバーっていうのがあるから、その、うん、それを公式チャンネル、うん、誰のチャンネルでもない、あの公式チャンネルっていうのがあるから、公式チャンネルでずっと3日間配信し続けるっていう、うん、あの結構気狂ったあの、うん、配信があって、うん、そう、こんなんあるんですよって言って、でみんなこういう風にやってますよみたいなのを教えたりとか、うん、ああ、そうかそうか、せい、うん、さんだ、通りせいさん、うん、元ひよくのクロスピースの、はいはい、ピアノが大変お上手なせいさん、ひよくろね、そうそう、そう、ひよくろ、最近覚えた言葉、最近覚えた言葉、ひよくろ、そうそう、うん、最近でもね、結構前だな、結構前だと思うけどねそうそう、この間の歌枠リレーがね、あの茜も、うん、ね、茜かんなさんと、うん、あの、あ、うん、そう、うん、ネモさんとで出てらっしゃって、ね、鈴見ネモさん本当最近マイクラね、ようやってるし、あ、そうそうそう、ネモさんもよくやってるし、うん、で何よりあそこ、うん、ナナシンクにおいて、あの島村建設、島村シャルロット社長がいるので、はいはい、シャルさんがもう、うん、ずーっともう300400、また300何十回、もう400回近くあのマイクラだけの配信をやってるから、あの人はすごいよ本当に、すげえな。そう、まあね、その各社でホロライブサーバーとか二次三次サーバーとかもあるぐらいだからね。そう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 、あの VTuber さんね、マイクラよくやってるのでね、マイクラやる人はやっぱ、そうそうそう、であのね、二次元サーバーのね、シェリンバーガンディっていうすごい、うん、すごい化け物がいますんでマイクラのねあれすごいっすよ、いつ見ても何この、何これ、 なんでこうなってんのっていつももうなんか誰かがマイクラやってんの見て、そう、何これってまあまあね、そうだから、あのマイクラはでね、その中でもね、そう、あの、うん、ナナシンクの宗谷一華さんっていうね、あ、はい、もう初期の頃からいらっしゃる、うん、宗谷さんの、うん、宗谷さん、あのね、マイクラってどっちかっていうと、あの設計図、あ、うん
あその前にあのパチンコの看板びっくりした、パが光らない看板作った人か。ああそうそうそう、ね、シリンバーガンディ、シリンバーガンディ。すごいちゃんと共有、神社作ってみたりとかね。いやそれで言うとね、うん、そのナナシンクのその統合の時の、うん、あの配信でいろんなね、うん、ものを作っていくわけですよ。うん、でその中でさっきのコナン、あ、うん、ソヤさんの話から先にするか、ソヤ一貫さんっていう人は、うん、普通、うん、マイクラで大きいものを作る時って、うん、大体多分みんなある程度設計図というか、うん、そう、そういうのをやると思うんだけども、うん、あのソヤさんはもう、歌もそうなんだけど、歌もめちゃめちゃうまいんだけど、うん、ソヤさんあの、うん、感覚で作る人だから、すげえどでかい竜を設計図なしで感覚でコン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 、うん、そうなんだふーんはーはーって喋りながらコンコンコンって作ってっていつの間にか竜になってるっていう作り方をする人で、ケンケンさんがそれ見て、うん、この作り方は私やったことないですねって、うんまあ、だあのいやこれはもうこの人はこういう人なんでって自分はあの設計図が作れないからマイクラできない人なんだけど、うん、設計図ないでマイクラできちゃう人ってやっぱすげえな感覚でやっちゃう。まあもちろんね設計図なしで作、うん、全くできないっていうゲームではもちろんないんだけど、うん、にしてもあの規模は作れんだろうっていう、うん、いやもうねくっちゃくちゃになってあもうダメだってなっちゃう、うん、でしょう。うん、いやそれはすごいね。でさそれを作ってる最中に、うん、なんで僕がさっきからコナン・ミヤさんのことを、うんうん、をちょっと若干こうあれな人みたいな言い方をしてるかっていうと、ね、よくないよね、うん、よくないよくないんですよ。よくないそういうことよくない。タレントさんは尊敬、ね、リスペクトを持って、ね、そんな距離感が近いような感じに感じてたとしても、タレントさんっていうのはちゃんとね事務所にも入ってたりとか、事務所入ってなかったとしても、ね、ちゃんと一定の距離感を保って、ね、そういう接し方をしなきゃいけないいけないんだけど、うんそのマイクラ配信の時にね、まあ、コナミはやったことないんだよと、そんなにマイクラちゃんとやってなかったから、うん、でもなんか作ろうよって話になって、うんじゃあって言って作り始めたんだけども、うん、その作り始めたものが肌色のボックスを使って、こう直方体、うん、肌色の物質を使って直方体のこう高い何かを作って、うん、で先っぽの方が三角形になってて、うん、でも三角形っていうよりかちょっと丸みを帯びてる、うん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 、あのあ、あの横で見てたオーラルカ子さんが宮地、うん、ダメだよこれはダメだよなんで何がえわかんない何がこれは何なのって言ったら、私の理想の男性って、うんあえだ理想の男性、かかし先生、かかし先生のことこう見えてんのってで最終的にもうあの、あれ確かかなでかのんさんが言ったのかな、うん、何かあのアームストロング法って根元の方に丸いものも出来上がったので完全にあネオアームストロング法が出来上がって、ああはい、そうか、そうそう、じゃあこれ、あ、じゃあこうすればいいかって言ってなぜかベルをつけるっていう、ベル、ベル、そうそう、ベルをこうたくさんつければそれっぽく見えないもんねって言ったんだけど、ベルなんかつけたらそれ鳴らしちゃダメでしょってなって、そうだねっていう人です。あー、そりゃダメだそりゃ言われても仕方ないよ、うんそれはいろんな人にいろんなことを言われても、いろんなことにいろんな人に言われるようなことがある。でもしゃあないっすね。そう意図的にやってるんじゃないです、全然意図的にやってるんじゃないんだけども、うん、なんかね、うん、そうなっちゃう人なん、そうなっちゃうって、そう分かるだろ分かるだろ、もうそれは本当にもう、うん、まあまあでも歌はすごいめちゃめちゃうまいし、うん、もう情熱あふれる人だし、どうしたら面白くなるかみたいなことをね、うん、めちゃめちゃ考える、そういう、うん、向こうダイスだけでやっててよ向こうそうだね、向こうダイスでね、うん、あの絶叫する風見ククさんぐらいの感じにね、うん、そうねコンダイスの時だけにしてよ、そういうのは。そうだね。そう思うけど、ね。コンダイス
やりまくってくれよ、うん、じゃあじゃあよじゃあちなみにあの VR エロゲをやあの生配信したこともあるんだけど、んー、うん、横で追う、できるの？できるできる、映像は流せないからやってる様子のあのミヤチを流すっていう、でルカ子さんが横、なるほどね、そうルカ子さんが横で実況して、うん、うん、どうしたらこれ脱がせられるの、これどうしたら最後までいけるのって言ってるあのコナンミヤを誘導する大浦ルカ子っていう、あーまあ誰かいないとダメだよ一人ではちょっとね、うん、うん、一人では任せられない、任せられない、そうそうなかなかね、クレイバー、あそうね、うん、うん、ルカ子さん、ミルチーズで、うん、ミルチーズで言ったらルカ子さんとあの、うん、チロルさんがクレバー、うん、クレバー、うん、私クレイジーの枠の人、うん、ああね、うん、そうね、二、うん、人クレバーで一人クレイジーでバランス取ってんだ、そう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 、まあ、でけえふんどだな。ふんどでけえな。ふんどがだいぶ でかい。ピンセットで取りづれえやつだな。そう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 。わ重いなっつって、ズルンって滑るやつ。うん。書いてある数字とちげえなっていう。そう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 。なんでこんな重いんだやつ。なんだね。そうね。あ、そうね。ちなみに3周年。うん、記念でもや、うん、あの今コメント欄できましたね、3周年記念でもやって無事に記念配信がバンされましたね、うん、天才かって、あすげえすげえすごい、記念配信バンされる、すげえ、そんなならんよ、それはすごいなしないようにするもんそうだねそうだねしないようにすることを心がけて、そうなりそうなことをしないもん。いや、うん、普通。チャンネル捨てたいんかって、本当そうだよね。みんなが思ったやつだよ。うん。あのね、うん。ちなみに配信の中で、あの、うん、顔から下全部映してる状態で酒飲みながら配信とかもやってます。あ、顔より下も全部映した状態で酒飲みながら配信してるのは、あ、オメシスかなって思ったんですけど僕は、うん、そうだね、うん、オメシスなんじゃないかただね、僕ね、面白いことにね、七神教よりも後にオメシスを知ってるんですよ。あ、そうだよね、そう、あの浅野瑠璃さんのおかげで、うん、浅野瑠璃、しーちゃん、MGM か、そうそう、あ、しーちゃんか、はいはい、浅野瑠璃、舞鶴よかと、うん、しーちゃん、しーちゃん、あ、違う、途中で銀河アリスが入る。あ、そうだね、銀河アリスはよろしい、しーちゃん、しーちゃん銀河アリス、しーちゃん銀河アリスだ、そうそうそう、しーちゃん銀河アリスだ、そう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 、で、うん、そのタイミングで、あの、うん、ルリネーから銀河アリスをよろしくお願いしますって言われたから、うん、あ、じゃあ見るかって、うんうん、で銀河アリスの動画を一通り見て、あ、うん、あ、すごいダンスめちゃめちゃうまい、ダンスめちゃめちゃうまいけど、うん、ダンスめちゃめちゃうまいけどだなっていう、うん、うんうん、そう、ね、プリズムブレイクをプラズマクラスターと言っていた結構最近の話だと、なんだっけ、なんだっけボンボリをなんつってたんだっけ、ね、ボンボリを、ね、あ、ブリンチョ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 ブリンチョ、何も合ってない何も合ってないうん、しか合ってない合ってない銀河アリス、しーちゃん見てて、うん、銀河アリス見てて、モンスターズメイト見てて、うん、でモンスターズメイト見てる最中に、うん、だからモンスターズメイト見ながら、銀河アリス見ながら、ようやくで朝のルリーのコラボとかを見ながらのあたりを見始めて、うん、ようやくうん、をオメシスに行って、うん、でオメシスに行って、うん、今よあのポコピンにたどり着きました、うん、おそらく一般的な人の VTuber のハマり方と比べると、うん、なんか違うハマり方します。まあでも、うん、まあまあでも草薙さんほらずっと七神そうね、
でお仕事してたわけだし、七神奥さんと普通にお仕事で、うん、だけで絡んでて、うん、こんなに VTuber ハマると思ってなかったから、うん、ね、まあ私最初オメシスだったんですけど、スタートオメシスですか、そういえばそうでした、スタートオメシス、あのねボドゲーやってたので、ああなるほどね、あーボドゲー、あボドゲーやる VTuber っていいんだっていうところ ね、まず顔しか、あのあ違う、まだその時はね、あまだそうか、あのうん、まだあの、なんだろう、顔芸じゃない。顔芸じゃない。顔技術じゃない時だったんで。なるほどね。うん。手とか普通に出してたよな、あの時な。そう、もう、うん、あの頃からね、だから一番面白いやり方を、ね、うん、独自で探ってる。うん、そう。で、オメシス見て、で、ポコピー行って、で、そっか、で、二次三次行ったんだよ。ああ、なるほど。逆に僕、二次三次が全然わかんない。剣持ち遠や二次三次したんだ。ああ、なるほどね、うん。別になんか、二次三次なんか見ないもんとかじゃなくて、普通になんか二次三次までたどり着くラインが僕の中に今ない、うん、単純に。いやね、そうなんだよ、あのね。うん、だから、その、ね、麻生瑠璃さん、よくね、歌でも言ってらっしゃるけれども。そのたくさんね、本当にもう鬼ほどいるさ、VTuber にさ、たどり着くって本当大変なことなので、まあ、この状態でこう見てくれてありがとうになるのはすごくわかるって。今日だってさ、ずっと3、4人見てくれてんだよ。うん、いやね、そう、本当にありがとうってなるよ。ありがたい、本当に。うん、で、ね、私のこともね、褒めていただいてるし。うん、そう、お話上手ですねって。お話上手ですねって。言われねえもん。いや、言われるわ。うん、言われるよ。ちょいちょい言われるよ。ちょい、言われて、結構普通に友人に言われたりする。誰かが言ってたよっていうのは、草薙経由で聞く。そう。ありがたいことに、うん、ね、だ そういうさのいただくっていうのが本当にすごい嬉しいことだしさ、ありがたいよね。結構このインターネットの海でよ、うん、その何かその人と人とのつながりでそうなっていくんだからさ、ね、いやーすげえ大事なことですよ。ありがたいことですよ、うん、でそれでまたね縁があって唐突ね、うん、話が戻ってきた。戻さないといけないと思っ、いけないと思った。もうそろそろエンディングにしないと我々2時間喋るからねこれ。そうなんだよ。いやでもね、この出演者発表されたじゃない。されました。すごい言いたいことがあるんだ。何ですか。言いたいことがあるんだよ。増えてんじゃん。そうなんですよ。そうなんですよ。描きたいことが増えた結果増えてるんですよ。増えてんじゃん。もう一個言いましょうか。客席が広がったからさ、うん、やっぱお客さんたくさん呼びたいじゃんすか、うんうん、演者さん増えるんですよ。そうだね、生々しい話をするとね、あとね、まあ、新しい新井美沙さんもね、あそうですね、うちの新人、うん、まあ、うちね、うん、劇団員としては新人ですけど、新人だけど主催されてますもんね。そうそう、演劇企画、うん、エウレーカーさんの主催をされてらっしゃって、うん、もう自分で本を、ね、うん、もうたくさん書いてらっしゃる、うん、うん、方でめちゃめちゃ仕事ができる人、うん、そう、うん、あ、じゃあ雰囲気すごいもんな。いい雰囲気なんですよ。あ、そうで、そのミサさんもね、出てくれるってことが、確定したんですけども、うん、明日のですね、うん、そのクラウドファンディングの配信が終わって、うん、多分まあ8時半とか9時ぐらいに多分終わると思うんですけど、そこからしばらくしましてですね、夜11時23時ですね、うん、からですね、ライブ配信また別で行います。まあちょっとね、宣伝があったらちょっとどんどんここから配信やっていこうってことになっておりまして、生アフレコでゲーム実況という僕がねずっとやりたかった企画をやります。はい。いわゆるネット上に様々ございますノベルゲーム、ね、まあ VTuber さんもね、プレイしていたりとか、その中で出てくるセリフをね自分で読み上げたりとかありますけど、これ劇団員、うん、役者がやったら面白いんじゃないかと僕思いまして、いやー、やるべきだって俺ずっと言ってた、うん、ずっと言ってた。そう、うん、ね、それこそね、うん、
コーヒートークってゲームあるじゃないですか。コーヒートークね。ね、あれ大好き。ね、あれ、うん、あれも名作ですけども、うん、あれをそのナナシングの大浦瑠香子さんが、うん、あの実況プレイをしていたことがありまして、うん、僕その実況プレイ大好きなんですけど、うん、やっぱり落ち着いた声でいろんな役柄、男性も女性も老若男女、うん、宇宙人、うんうんうん、火星人、うんうん、いろんな人を演じ分けるルカ子さん、うんうん、そうを聞いてて、そう火星人、火星人はおらん、火星人はここにおる、あ火星人、ああ火星人はこっちにおる、違った間違えた火星人はおらん火星人はコーヒーとかいない、うん、宇宙人はいる、火星人は、宇宙人はいるけど火星人はおらん、火星人はいないそうそうそう、まあ、火星人は鹿児島におる、鹿児島にある、そうそうそう、まあ、そのルカ子さんがね、その実況者に聞いて、うん、これいいなってすごく、まあ、落ち着くし、ね、セリフの読み方もうまいな、うん、うまいななんて、ね、うまいな、うまいな、怖いな、怖いなっつって、うん、怖かねえんだあのゲーム恐怖要素ないんだよあのゲームねえんだよ、すげえなんかちょっとあ大丈夫かなってなるときあるけど、そう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 、うんうん、普通にしんみり楽しいゲームですかね、コーヒーとかね、うん、まあ、コーヒーとかもうボケーっと眺められるゲームよ、いいゲームです、あれは。まあコーヒードッグやってるそのルカ子さんのやつをね、うん、見ながら、これ、うんうん、ね、あの劇団員でやったらとか、なんか声優さんとかでやったら面白いんじゃないかななんて思ってたんですけども、うん、まあコーヒードッグはちょっとまだね、僕まだ入手してないので、ちょっとまあいずれやろうかなと、うん、思ってるんですけど、うん、この、今貼りました、夢もすがら花嵐というですね、ゲームがございまして、こちらのゲームもちょっと23時から、その先ほどのね、うん、お話も出ましたミサさん、新井ミサさんもそうですし、あと、うん、メンツ的にだから、あとみっちゃんもいますね、その三橋亮太、副代表三橋亮太、先日発表されましたけども、あの劇、演劇企画ゆでかさんの方で、今回、何月だっけな、6月かなに公演があるんですけども、うん、その公演に副代表三橋が出演するということでございまして、うん、なかなかね、この副代表三橋客演することがないので珍しいんですけども、うん、はい、今回出演するということもありまして、うん、ちょっとこの2人に出てもらって一緒にちょっと読んでいこうと、で、スケジュール多分合うよってことだったんで、おそらくキエラさんも来てくれると思いますので、お、はい、男に女にの4人でちょっとそのゲーム内容としては大正時代ぐらいかな、大正か明治ぐらいの、うん、明治のぐらいの、夢の中をこう冒険していきながら、うん、まあ、謎解きをしていくというか、まあ、ちょっと脱出をするためのね、いろいろこう、うん、物語を進めていくんだけどもというところでございまして、うん、ちょっとセリフ回しがねすごくいいんですよ、うん、こう、うん、やっぱり明治のちょっと本を読んでるような感じ、うん、ちょっと節回しがそう、いいんです、うん、すごくいい、うんうん、そうそうそう、これいいな、いいんですよ、やっぱノーベルゲームコレクションいいな、ノーベルゲームコレクションいいんですよノーベルゲームコレクションね、そうそう、もう散々進めてたからね、わし、はい、なんで、まあこちらの方は23時からスタートしますので、多分まあ2時間もかかんないかな、うん、1.5 時間か2時間ぐらい、2時間はかかんないと思うんだけどね、多分、はい、まあ大体そう、この辺りのね、うん、探索系はなんかこう詰まる要素さえなければ、そうですね、はい、うん、すっと1時間2時間ぐらいでいけるとは思うけど、はい、いいな、いいチョイスをしますな、はい、まあ、この他にもいろんなちょっと配信をね今後もやっていって、ちょっと、クラウドファンディング盛り上げていこうと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします、うん、ね、いいですね、これいいんですよ、そう、新井美沙さんね、そう、あ、ね、そうだ、みっちゃんさんとケイラさんで、ね、朗読 やりましたもんね。あ、そうですね、ケイラさんとみっちゃんは、うん、うん、メビウスというですね、関西のメビウスで、そうそうそう、劇団さんが作られた二人芝居、男女二人芝居があるんですけども、うん、これの公演も、あ、これはね、これもですね、ガイアクルの方で無料公演会されておりますので、よかったら見てください、うん、そうそうそう、ケイラさんとみっちゃんさんのやつは無料で、はい、うん、男が見ました当時、はい、うん、はい、男13役だったかな、14役だったかな、で、そうだよね、女が13役とかだったかな、うん、確か、うん、複数の役をですね、一人の人間が演じるというですね、うん、とんでもない、うん、お芝居になっております、はい、あれすごかったね、本当にすごい、うん、
当時でそれを当時いろんな組み合わせで、うん、そのでそれぞれでチケットを、そうですね、を販売してて見れた、はい、で無料公開してたのがそのみっちゃんさんとキエラさんのですですです、うん、やつだとご覧いただけるという形になっております、うん、現在も見れます、うん、当時はね、うん、結構そうコロナで家から出れんかったから、あこういう感じにするんだってんで、ですですそういう、うん、びっくりした、ちょっと実験的な感じではあったんですけども、うん、なかなか面白い形になったのかなというふうに、ね、なるほど朗読か、そうだよなって思った、そうそう朗読だったらね、うん、そんなに合わなくてもそうなんとかなるとこではあるんですけど、そうそうそう、ただこの作品ね、うん、朗読劇って言いながらね役者さんがやり始めるとどんどん体を動かし始めるんですよね、そう動いてたね、めちゃめちゃ動くんですよ、しょうがない、うん、そういう芝居なんだもんなって、これもともとは芝居ですからね、うん、普通の演劇を朗読劇って形にしたものの、うん、やればやるほど朗読劇という体をな超えて乗り越えてとんでもない芝居になっていくっていう、うんうん、いやすごいよなあれあれはすごい、これは本当にすごい、いやまマジですごい、ガイアのね、まあライブで、まあ、再生リストにはもうされてるのかな、入ってると思いますけどね、確かに入れてた気がする、うん、うん、そう面白い、あ無料公開中か公演リスト、あ入ってますね、うん、はい、ミーティアでメビウスとアンリアルマイハニーが、あそうアンリアルマイハニーもうち舞台いろいろやってるんで見てください、あれ、はい、あれよ草薙さん、はいはいはい、トトが入ってない、あトトトトトトここに、ワンダーオーバーレインボーは別になってんだワンダーオーバーレインボーはワンダーオーバーレインボーの公演の時の動画だったからかな、うん、ワンダーオーバーレインボーは別で再生リストがあるね、そうですね、なるほど、でトートはまた別であるのか、なるほど、そうね、でもトートも無料公開のうちの一つであることには変わりはないので、うん、今から僕が入れます今から僕が操作して入れます、はい、うん、ということでございまして、ですね、まあ、本当にうちの劇団いろんな声もやっておりますので、うん、まあ、ちょっとね今回このナナシインクさんのね、うん、まあ、今日お話もあったので、ちょっと初めて見たよという方もよかったら、ちょっとガイアクルの方の、うん、配信も見ていただけたら嬉しい限りでございます、そして、はい、何、いやね、うん、違うの、わしがね、うん、言おうとしてたことと全然違う方に言っちゃったからさ終わんねえなって思ったんです、終わらせよ本当？うん、終わらせましょう。いや、伊勢さん。あ、伊勢マイルさん、はいはい。出るねっていう話。あ、伊勢マイルさん。したかったの、わし。あ、なるほどね。伊勢マイルさん出るねっていう話をね。そうだね、うん。伊勢さん出るねっていう話を、うん、そう、したかったの。そっか、それは申し訳ないことをした。うんうん、なぜなら私が初めてガイア見た時に、はい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 、リンケージを草薙に誘われて、はい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 、見に行ったんですけれども、はい、そこで盾がめちゃくちゃうまい人が何人もいらっしゃって、そうね、うちの劇団員ね驚くことにね、劇団員は盾ができる人間がほぼいないっていう。で、まあ盾ができるというか、盾をやってらっしゃる役者さんが結構リンケージの時いらっしゃって、はい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 、まあ、そこでやっぱすっげえなって思った方がねいっぱいいて、そのうちの一人がやっぱ伊勢さんだった。いや、伊勢マイルさんはね中ボスさんほんとすごいですよ。中ボスさんすごいよね。そう、通称中ボスって呼ばれてて、なんで中ボスって呼ばれてるんですかって、うん、中ボスと呼ばれてるんですよっていう答えじゃないんだな、それっていう、うん、そうね、うん、とりあえず中ボスなんだ、中ボスさんなんです、なんかいつの間にか呼ばれてたんですよね、うん、そうそうすごいですよ。伊勢マイルさんが所属してるイデアルっていうね、うん、団体があるんですけど、そのイデアルっていう団体の主催の川淵香織さんっていう方もガイアクルに出てくれてるんですけど、うん、この川淵香織さん何がすごいって、モーションアクターとしてめちゃめちゃ活躍されてる方で、うん、モーションアクターもやってるし、バンドもやってるしな、バンドもやってるし、そう、かっこいい女の人なんですよ、うん、かっこいい女、うん、で、あれです、ニーヤ・リンカネーションとか、うん、ニーヤ・オートマータとかかな、確か、リンカネーションやってるからちょっとごめんなさい、ちょっと不確実ですけど、うん、ニーヤ・オートマータの、モーションアクターもやってらっしゃるということで。うんうん、いや、川淵さん、ほんとすごかったな。そう。結構いさ、帰りにさ、うん、やっぱガイア、でかいからさ、うん、
そんなこうなんかあの言うてこう挨拶するのは劇団員の方とか、うんうんうん、なんか普段からやってる方だろうなって思ってて、うんうんうん、あのしたらさそのまあ草薙と話した後に、うん、出て通路を通った時に、うん、川淵さんいてさあはいはいはいまあまあはかり屋さんとかもいたんだけど、うん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 、であの楽しかったですっつって、うん、あの言っててで川淵さんもいてあ今日本当楽しかったですありがとうございますって言ったらさ、うん、川淵さんがこうクッてあの体をこちらにクッて向けて、うん、あの私の手をガッて掴んで見ていただいてありがとうございますってかっこいいかっこいいすげえかっこいいいや川淵かおりさんはねかっこいいんだよかっこいいってなったかっこいいんですよあの人は本当に川淵さんほんとかっこいいってなったところの劇団のあの伊勢さんねはいっていうところの伊勢さんです、うん、はいあのその、うんそのね、うん、あの川淵かおりさんからはいつも無茶振りされるって言ってましたけど、うん、あの中ボスこの武器作れる？はい、うん、って、うんうん、こういうの武器作るんだよねそうそうあえ、うん、あそれ作るんですかあはいみたいな感じで中ボスさん作ってる、うん、そうそう面白い人です、ね、いやすごいんだよな、はいうん、で盾すごい人いるなってそうそうですよ、うん、盾がすごい人を呼ぶことによって、うん、なんかみんなすごい盾やってますねって言われるんだけど、うん、よく見ろ劇団員は一人もいないっていうできんのカペさんぐらいなんだよいやあのでもほら君はほらなんかその刀抜いってこうなんかこうヘナチョコな感じで刀抜いて立ち向かう役してたじゃんやってたやってたあれはあのヘナチョコが、うん、あこれはねヘナ、うん普段からヘナチョコじゃないとできないって言われたからね。うん。うん。うん、そうだね。うん。よくで、よく出てたよ。そんな喧嘩。いや、あの後にだって俺、縦の練習とかちょっと行ったもん。ちょっと、あの、結局忙しくて続いてないけど、教わりに行ったよ、さすがに。さすがにまずいと思って。すごかったもんだって。あんな刀のもてなさあると思って。その持ち方、その持ち方だと怪我しちゃうからこっちにしようかって言われたもんなるほどね、うん、そこまでだったそのレベルで持ってなかったからなるほどねまあでも経験してないとそうだよね立っちゃうからねしょうがないです、はい、ということでねなかなかお話してまいりましたけども、うんそうそう、はいあのすごいそうだからあの盾がすごい楽しみな方がいらっしゃるなってはいということでございます、うん、まあ現代劇なんでね2012年を舞台としておりますのでそうですね、はいうん、なのでまあ盾というのがあるかどうかは分かりませんがまあアクションシーンはあるかもしれない、うん、アクションあるだろうなだって伊勢さん出てアクションなかったらすっげえ面白いじゃんまあ あのまあそれで言ったらね、まあ、そういう風な使い方をしたら面白くなるなと思って出てもらったのがあの今無料公開している「アンリアル・マイ・ハニー」っていう作品なんですけどね、うん、あそうだね、はい、あのその可能性もあるからねそうそうアンリアル・マイ・ハニーはいい作品ですよ、うん、あの自分の中の妄想の彼女があの現れちゃってどうしようって話なんで、うんね、そうあの盾ねあの長尾さん、チーム川の字長尾さん長尾さんですねうん、うん、そうね伊勢さんいて盾やんでやはちょっと惜しでな、うん、ないとは言えないないとは言えないけどなあったら本当に惜しでなこれ、どうでしょうかねそうやってほしい、まあ、どしょうさんもいてね全然やらないって、うん、全然やらないだったら、うん、剣もあんのに ねそうそうそう何にもつかない、うん、全然つかないじゃん、ね、なんでいやむしろ見てそれまあ、あるかどうか分かりませんけども、そのあたりも楽しみにしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。うん、はい。ということで、お時間の方も23時過ぎましたので、そろそろね、終わりの方にさせていただきたいと思います。ということでございまして、お送りしてまいりました、草薙健太ソミスの思考のラジオ、いかがでしたでしょうか。メールの方も募集をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。来週は、いつも通り4月の12日の金曜日、夜9時からお送りしたいと思いますので、お楽しみにということで、よかったら、高評価、チャンネル登録してお待ちいただけたら幸いでございます。ということでございまして、
明日は、4月6日の土曜日19時30分からガイアクルーのチャンネルの方で、ですね、私生配信ございますので、やはり2時間かってケンケンさんに言われましたけども、うん、はい、あの字でございました。しょうがないです、はい、ということでございましてそろそろお別れでございます。お相手は私草薙健太と、うん、クラファンはやるよ、うん、そうだよ、うんうん、あの私も多分なんかやるよあ、違う違う、あの私も、あのやるじゃない、お金出します。あ、ありがとうございます。応援もしちゃいます、はい、というわけでそろそろお別れでございます、うん、来週もあなたの思考と私の思考を混ぜ混ぜいたしましょう。週が終わりました。来週もほどほどに頑張っていきましょう。おやすみなさい。適当に。